笑わない王女笑わない王女は、ロシアの昔話。アレクサンドル・アファナーシェフの編纂した、ロシア民話衆に収められている。あるところに決して笑わない王女がいた。王様はそのことを案じて、王女を笑わせた者に王女との結婚をさせるとお触れを出した。たくさんの人が王女を訪れたが、誰一人として笑わせた者はいなかった。街には正直者がいて、親方のもとで、 一生懸命働いていた。年の終わりに親方は正直者の前に、効果の入った袋を置き、必要なだけ取るように言った。正直者は考えた末、一枚だけ効果をもらった。しかし、それを井戸の中に落としてしまい、もう一年親方の下で働くことにした。翌年も、正直者は一枚だけ効果をもらうが、また井戸の中へ落としてしまう。三年目も、 正直者は効果を一枚だけもらった。再び井戸へ行くと、今度は効果を落とさず、前の二枚の効果も戻ってきた。正直者が三枚の効果を持って歩いて行くと、ネズミが施しを求めたので、効果を一枚渡した。その後も、甲虫となまずに施しを求められたので、正直者は一文なしになってしまう。正直者が城の近くまで行くと王女が、窓から彼を眺めていた。 正直者は驚いて、泥の中に倒れる。すると、ネズミやカブトムシやナマズが現れて、正直者の世話をし始める。王女はこれを見て笑い出した。正直者は城に連れて来られると、美しい若者となり、王女と結婚した。ありがとうございます。